さあ続きをやっていきたいと思います。そして、船が近づく。誰だ？あ、メッセージを受け取ったのか。お、バリーか。これがこれバリーですね。バリーです。バイオハザード1に出てきたバリーだと思う、多分。もうバリーはこの島で何か起きてるっていうのを知ってるんだ。娘のメッセージを受け取ったと。おう、お、びっくりした。そうだ、この女の子、あ、腕輪つけてる。何？なんだよ。なんか不気味です。ついてきちゃダメだ。おじさんの船で待ってなさい。おお。おじさんは大事な用事があるんだ。終わったらすぐ戻るからな。優しい声だね。置いていかないで。おいおいおい、ダメだ。いいか、この先は危ないんだ。もう一人ぼっちは嫌なの。なんで女の子ってのはこう聞き分けがないんだ。わかった、一緒に来い。絶対離れるなよ。おいで。よし、やっていこう。バリーの声が優しい。優しいね。途中でね、日本語に今切り替わっちゃったと思うんですけれども、今やり直して、日本語化にしてきました。ちょっと字幕と声、喋るセリフがちょっと違うんだけど、字幕はやっぱり目が追いやすいように簡略化されてはいると思うけど。あそこだな。あそこに何かいるっていうわけか。まあ、おそらくクレアがいるのかな。パパとママは？パパとママはいない。気がついたらここにいたの。何も覚えてない。この子も被害者の一人というわけか。なるほど。取り打ってもな。アイテムなんかあるかな。あれ、あ、これはこっちから行ける？行けない。こっちから登っていく感じが。急に敵出てくるからな。こういう岩陰とかが怖いよね。女の子はついてきてる。女の子ついてきてるんだ。あ、そっちの門から行くのか。あ、よかった、アイテムあった。ハンドガンの弾、ラッキーラッキー。こっち側にはもう行けないっていうことか。なんだ、ただアイテム回収の道か。これ閉まった。俺が怖くないのか。あ、そういうわけでもない。おじさんはアサルトライフル。おお、装備してる。ハンドガンにマグナムにアサルトライフルか。お、すごい。気をつけろ。なんだ、虫か。ほほほほほほほ、もう一匹いた。よし、オッケー、うまい。飛びかかってきたところを、どっち行くんだ。ここ、あ、ここかな。え、女の子渡れんのここ。お嬢ちゃん、名前は？ナタリア。お、ナタリアさん、いい名前だ。いい名前だ。俺はバリーだ。バリー。ああ、いい名前だろう。自分で言ってりゃ世話ないね。そうだね。ああ、ちょ、でもだんだん打ち解けてきたみたいだね、女の子と。虫が出てくる。おおお、虫が出てくるか。ほほ、ここには箱、アイテムはないか。あ、なんか光った今。これは撃つとなんかある。あ、おお、
おー、エメラルド 1000BP。 あ、やったやったやった。バイオ5と同じ感じじゃないこれ。敵がいる。よいしょ、危ない。ごめん、 お嬢ちゃんを切ってしまった。で、その階段登ってきたら、まあここに出るっていう感じか。よしよしよし。そっちはアイテムはなさそうだな。よし、じゃあこっち先へ行こう。これまた二人で？あ、バリーは一人で行けるんだ。さすが男。よし。さあ、施設の中に入っちゃったぞ。施設の中に入っちゃったぞ。バリー編ではバリーは武器いっぱい持ってるし、自分で懐中電灯も照らせるんだね。お、レッドハーブ。このレッドハーブとグリーンハーブを組み合わせるっていうのは、バイオハザードではおなじみ。え、怖いね怖いね。怪物が。なんで？怪物？どこ？後ろにはいない。しゃがみ撃ちだと精度が上がるんだよね、きっと射撃精度が。ライト消した方がいいかな。怖いな。開ける。おい、うわ、この奥怖えな。このどど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 ど走ってくるね。よいしょよいしょ。え、タフタフタフか。おら、報告にあった感染者か。感染者か、なるほど。感染してんのかあいつら。光ってるものはないか。アサルトライフルの弾、まだハンドガン一発でうまく倒せてるからいいけど、これもやっぱ弾切れがちょっと怖いね。なんでナタリア怪物の気配が分かったんだろう。まあなんか出そうな感じあったけど。ナタリアバイオハザード経験者かこれ。やってんなこれ。大丈夫っぽい。よっしゃ、左。うわー、まっすぐ何もない開けたところって左右からグワーってくるんだよね。そこにも何かいる。すごい、なんで分かんの。どうして分かる。うん、感じるの、なんとなく。ナタリアはそういう能力が持ってるんだ。ナタリアは敵の気配を感知することができます。 R3L3 かでしゃがむことでより広い範囲を感知できます。しゃがみ中は物音を立てずに移動できるので敵に発見されにくくなります。あ、そうなんだ。またナタリアは隠されたアイテムを R2 で指差しすることで発見できる。しゃがむ、あまり無理するなよナタリア。おう、危ないぞ。平気、あ、怖くないから。黄色いモヤモヤが。あそこに何かいる、気をつけて。ここにもいる。あ、じゃあこれでなんか脅かし演出無効になったんじゃない？うわーって来なくなったんじゃない？これで。後ろには光ってるものはないか。で、これでキャラを変えるか。なんでキャラ変えられんの？こうやってやったらキャラ変える。キャラ変えらんないんだ。え、超来そうなんすけど。大丈夫？え、大丈夫？指差し。はい。なんでナタリアわかるんだろう。ハンドガンの弾手に入った。あそこに何かいる、気をつけて。光った。ちょっと失礼しますよ。よいしょ。よ、ここにもなんかある。あった。まだ帰らんないキャラ。まだキャラ帰らんないの。なんで？立てば帰られる？帰らんねえのか。これはバレないようにそこ行けってこと？ナタリア、ここは俺に任せ。あ、そういうことか、うん、頼むよ。頭打ってで、取りますね。そこにもいるんだよね。どこだ？
いた。頭打てば一緒。よいしょ。よいしょ。オッケー。いいよ。嘘。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。すごい、サイレントキリング。いや、銃ぶっ放してる時点でサイレントではない。ナタリアは気配がわかるってすごいね。光った。なんだそれ。これ何？それは何？え？なんか絶対なんか怪しいアイテムがある。しゃがんで取りに行けるわけでもない。会場。そこがただ開くだけだよね。敵の気配。あそこに何かいる。気をつけて。え、後ろから来て。先行こう。あそこに何かいる。気をつけて。なんだ？ここで2階に登れんのか。ちょっとさっきの円盤が気になるな。なんかアイテムかな。ライトで照らせばいいとか。あ、ダメ。あ、トーネム。あー、やっぱなんかそういうあれか。収集すればいいみたいな感じのやつか。で、そっちには行けないからこっちに来ますってことね。オッケー。なんだ、隠しアイテムバリのこの懐中電灯とかじゃないんだね。完全に気配を立って後ろから行ったら退場できないんだ。そうなんだ。まだ弱いよね。おっと、弱いと思ってたら意外に強かった。よいしょ。完全に気配を立ってもダメだな。怪物が来てる。あそこに何かいる。気をつけて。あばい、来てる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 。よいしょ。よいしょ。来た。チャンス。よいしょ。走、そっか、ダッシュは前罰だ。ほい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 。オッケー、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 オッケー。あ、バリ使いやすいな。バリ強い。隠しアイテムも、ん？なんかあった。あー、バレたかー。降りてきたときこれぐらいの高さか。ここか。もったいない。ここは渡れるんだな、こっちに。なんかある。止血帯、布？布とはなんだ。早く来い、こっちに。来ないし。まあいいや。キャラ変えて。あそこに何かいる。気をつけて。寝てんのかこれ。ナタリアは攻撃できないんだ。ほいほい。どっから来んの。そっちから。ほいほいほい。オッケー。布か。ここでちょっとアイテム整理するか。なんか布はアルコールと組み合わせると消毒、ハーブと組み合わせると止血体に。そうなんだ。組み合わせ、レッドハーブ。なんか強いハーブになったんだっけ、これで。渡す。こんなもんでいいや。よくわかんないからな。ナタリアだと発見。できる。しゃがまなきゃダメなのかな、隠しアイテム。え、近くにいる。まだ見つかってないよ。危な危な危な。え、でもナタリアがいればいいんじゃない。これ結構ここ光ったのあるだろう、きっと。ここか。このなんだ、そんなもんか。あれ押してくるとかかな。違うよな。これ押す？あー、やっぱそうなんだ。やっぱそっか、この箱か。なんか箱怪しいなと今思ったけど、よくあのゾンビ動かないな。倒しといた方がいいのかな、今のうちに。そんなことないか。登れるか。大丈夫かな、ゾンビ。大丈夫。大丈夫かな、ナタリア。
これがダッシュなんだよね。うん、早い早い早い。ちょっとナタリアに変わっとくか。これで索敵。あ、周り何もいない。いいね、いいね、いいね。これいいね。ナタリアのこの能力いいぞ。で、ここ開けると。バリーは装備がすごいしっかりしてるから、強い敵出てくんのかな。そのガシャンっていう音良くないと思う。あそこに何かいる。気をつけて。いるね。あ。なんだこれ。鍵。管理室の鍵。穴がある。ほんとだ。ナタリアだけってやつ？大丈夫か？なんかアイテム。L1 と R2 で石を投げる。え？ L1 と？ええー、待て。あそこに何かいる。気をつけて。これ倒せんの？うわ、やばい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 。えい！痛い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 。やばい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 。戻ろ戻ろ戻ろ。さようなら。危ない危ない危ない。張ってくるのかな、こいつは。ナイフは通るんだよね、確かね。壁でも。よいしょ。あ、弱い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 。よかった。じゃあ石で倒せたんだ、ほんとは。難しいな、あの石。よし。で、あいつがいなくなったら自由に。で、ここはあいつを解除できる。よし。大した度胸だな。おー、いいね。こっちで火薬が手に入る。なんだ？火薬はまた組み合わせアイテム？熱や衝撃で爆発する火薬、薬剤。カラビンと組み合わせると、あ、カラビンと組み合わせる必要があるんだ。なんか大変だね、今回はこれ。で、これはバリーなら押せるっていうやつね。なるほど。OK。これはまあ石か。石は所持できないっぽいよね。ここが降りる道、地図がないんだな。地図見落としてるかな。ちょっと怖い。気配はない。気配がないね。あ、バール。あー、バールは持ってないや。あれが持ってるわ。モニカ。モニカじゃない、モイラ。そうだ、コメントでありましたね。モイラですね。あれ？ここは、歯車取ったところ？近いのか？じゃあ場所。あ、なんかある。これ何なんだろうな。とりあえず下降りてみるか。よいしょ。ああ、そうだ。絶対そうだ。カスタムパーツのあるところだ。カスタムパーツってのは今何も持ってないから。しょうがないけど。ああ、で、さっき降りたらここに出るってことね。ここで歯車取った場所だ。じゃあ近いぞ。追いかけていけばいいのか。あ、なんかアイテムがある。あ、石か。石は拾えるのかな。あ、石もう持ってる。あー、やっぱ1個しか持てないんだ。まあじゃあ1個持っておいてもらってごめんね、ナタリア。な、おっと、どこ。あそこか。よいしょ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 。OK。ん？日記？流刑地にての書き写し。旅行者は尋ねた。あの男は自分自身に課せられた判決を知らないのですかね。将校は答えた。教えてやっても意味はないでしょう。何しろ自分の体に刻まれているわけですから。フランツ・カフカ。あ、カフカ。カフカっていう名前がなんか結構出てくる。とりあえず道なりに進んでみるか。あー、そっか。もうそういうことになってんのか。バカげたおもちゃだ。こいつを止めないと進めないな。バリーはダメなのか、これ。切られちゃうか。っていうことは、三角をしながら下で。了解だ。大丈夫だよね、ナタリア。大丈夫だよね。あー、ダメなんだ。ダメなんだ。ごめんごめんごめん。すぐ行くぞ。
あ、ここダメなんだ。ナタリアでも下くぐれないんだ。そっか。ついてこい。ついてきてもらって。ってなるとどっかで電源を止めなきゃいけないんだ。なるほど。電源を探すのか。じゃあ同じ場所を、クレア操作で同じ場所を行ったところにまたバリが行くってこと？ここはなんだ？戻ってるかこれ。あ、戻ってはいないな。なんかいそう。あそこに何かいる。気をつけて。結構右にいるな。左にはいないな。ここは管理室か。あ、管理室の鍵持ってる。向こう側から施錠。まあでもここら辺には今探知したらいなかったっていうのがわかるから。虫か。あれ、何かいる。気をつけて。え、気をつけて。床に何かいる。何それ、どういうこと。床に何かいる。石持って投げてみるか。あ、これはいいかもしんない。石持って投げてみよう。ちょっと待って、もうちょっと先だな。ここだな。ほっ、あそこに何かいる。気をつけて。おお、正解正解正解。地雷的なやつがいたのか。まあ、近くにはいないな。おおおおお、そう来る。よいしょ。ああ、やべ。マグナム装備してた。怪物が。え、お、そこにいんのか。よいしょ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 。オッケー。怪物動き早かったな今。光ってるのはない。あ、アイテムあった。これはあれ、お母さんへのメモか。お母さんへのメモか。じゃあ完全に同じ場所通ってるな。よし、索敵。そこに一人。隠しアイテムはない。ここ前もあれだったな、いたな。あれ、いない？あ、いた。ありがとうありがとうありがとう。ナタリア、ナイス援護。これは？あー、これも見た。基本見た感じだな。あ、なに？生きてんのかお前。いや、死んでるけど生きてるのか。ややこしい。こいつが動くかどうかで。もうクレアがやっつけた後だから、なんかゾンビに近いような容姿になってるのかな。腐ってる感じだもんな。電源はどこかで止めるんだよね。確かこっちだったはず。よいしょ。あ、そうだ、ここだここだ。こん中だ、こん中こん中。おお、なるほど。ナタリアが行けるんだ。これ何、これ何の足跡だこれ。アイテム拾って。何の足跡だろう。クレアとかの足跡になるのかなこれ。よし、バカげたおもちゃ停止。ここから開くわけでもない。あー、そっか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 。あれ、じゃあ結構近いんじゃない。待ってね。いいね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 。よし、戻ろう。お、なんか結構サクサク進んでるんじゃない。わかった、そんなに難しくないんだ。まだきっと、きっとこの後難しい。これでいい。お、よかったよかった。この足跡を偶然見つけられたのがよかった。
ここはで左に行ってでまたぐるっと戻ってくるんだよ、ね、おお生きてんのかお前おっとおっと強いけあ結構強いかこれよいしょよいしょよいしょオッケー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 これで戻ってきたかあ戻ってきた戻ってきたでそこにあここバリー編で取んのかこれ取ったパーツ取ったよこれも登れるまた登れるわけでもないかあー歯車のところまで来たけど気配をいるか。これこの邪魔さえなければ外に抜けられそうだな。どうする？魔物のゾンビの気配はそこに一体ちょっと大きい感じがする。そこに何かいる。気をつけて。ここにもいるな。これはまたナタリアのどっか壁抜けみたいなのはないか。どうしたらいいんだろう。こっちに進むしかないのかな。ガスを止めればいいんだよね。ここら辺に仕掛けは。あーしまった。これやんない方が良かったのか。これをやらなかったらすんなり先進めてたのかな。でもクレア編で敵を倒すのが大変になるみたいな感じ。そこに敵がいるっぽい。こん中に。あでも別に大きいやつじゃない。普通のやつ。下がりながらナイフ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 。ナタリアやる。あ生きてる生きてんのか。どこだどこにいる。いた。あ逃げてやがる。よし倒した。うんなるほどね。2階はクリア編でも行かなかったからな。うまい。いい股間に当たった今。これは急所に入ったな。なんで逃げるんだ。なんか逃げるゾンビをやっつけるすのはちょっとなんか罪悪感があるけど。あれちょっとチェンジするか。いる？あいるのか。各部屋にそれぞれ。これもやっぱり監視されてんのかな。なんか誰かに。あでもこれで管理室に入れるようになってんのか。そっか、これが管理室の反対側ってことね。オッケーオッケーオッケー。その機械をいじりたいけど、まずちょっとこっちに逃げ道のあれをつけ、作っといて、メモ。脱獄を図った被験体 J0385 を射殺。死体は廃棄物として処理。2階の入り口にある1号房は壁の補修完了まで使用禁止とする。ん？壁の補修完了、これは何かあれなのかな。2階の入り口側にある1号房。はに何かあるのか。頼む。小さな手。バツ。ああ。どこか。ここ。ん？ここ。あここ近い。近い。ここあ。ここだ。おおギリギリ。このねブルブルで判断しております。おパーツボックス手に入った。のはよしとして、あそうか、一回ちょっと隠しアイテムが。あなんか光ってる。このなんだろう、緑色にナタリアが光った跡が見える。なんだろうこれ。これは何、ヒントなのかな。ナタリアはそういう能力があるのかな。こっちも光ってるんだよ。何なんだろう。ライトに照らされると見えなくなっちゃうけど、緑色に光ってんだよな、チカチカ。これは何なんだろう。まあいいや、じゃあ先へ進もう。とりあえず多分ここをいじくると、指名隊。あーやばい、やっぱりか。よいしょ、切る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 、痛い、切る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 、痛い、切る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 
よいしょ、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 よいしょ。いやー、ナイフ威力ないな。ナイフ威力ないな。撃っちゃえばよかった。あ、来てる来てる来てる。よいしょ、よいしょ、よいしょ。やばい。ほう、ほう。よいしょ、よいしょ。回復して。これはただ開けただけ?2階の入り口側の1号房に何かあるみたいな感じ。頭を、あ、そっか、ダウン中か。あー、失敗したね。よいしょ、よいしょ。下に落ちた。開いたところを見てみるか。なんかぐちゃりげちょりと音がするが、2階の入り口側。理由も分からず捕らえられて数日、我ら奴らはここで実験と称して来る日も来る日も拷問を繰り返している。他にも同じように捕らえられている人がいるのか。なぜか、何のためにこんなひどいことを。共に捕らえられた弟は火を吹く像に左腕を焼き尽くされ、さらに回転する刃物を備えたイカれた像で左足を吹っ飛ばされた。明日は残りの腕と足に同じことをするらしい。弟の早く殺してくれという叫び声が耳から離れない。看守は恐怖に震える俺に、弟が生きながらえるよう祈れ、弟が死ねば次はお前の番になるのだと告げた。待ち受ける苦痛への恐怖と絶望しか感じられない日々。死んだ方がマシだ。弟の声が聞こえなくなった。看守の足音が近づいてくる。それ悠長に手紙書いてる場合なのか。入り口側に一番近い2階のってこれ、ここん、なんかあるの、これ光ってる。関係ないか。ナタリアならなんか見つけられるわけでもないのかな。あ、足音がここで途絶えられてる。あ、ここか。あ、なるほどね。ここか。この足音、あと足跡がヒントなのか。敵はいないみたい。バリーちょっと頑張ってくれ。勝手に落ちろ。よし、あれ、ここか。よいしょ。敵の気配を探れるっていうのがいいよね。なんでここに石があるの。え、どうしたらいいんだこれ。あ、登れんのか。まあ、石は今持ってるから。よ。あ、火を吹くところの中に入れた、入れた、入れた。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きが見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンからチャンネル登録、再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りや野外動画などいろいろなことに挑戦しています。こちらもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。